池松壮介です。アジアの天使が、これから韓国でいよいよ公開になるということで、とても嬉しく思ってます。本当はね、そちらでに行って皆さんの顔を見ながらちゃんとご挨拶して、まあ、こういう状況なので、なかなか本当に あの時出会った素晴らしいチームに、また会ってお酒を酌み交わしながらこの映画について話したかったんですけど、とても残念です。何かこう映画を見て気になる方はぜひ見ていただいて、この映画のことを可愛がっていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。どうも小田切城です。コロナが始まる少し前から、まあ、作品を準備してとてもこう印象に残ってますし、まあ、日韓の、2つの国が手を結んで映画を作れたっていう、まあ、今は本当にコロナだからそういうことが難しいんですけど、そういうことができた最後の作品でもあると考えると本当に見てもらいたいし、日本ではもう公開されて、みんな韓国に行きたいとか韓国料理を食べたいとか、すごい韓国に対する思いがいろんなとこから耳にも入ってきて、まあ、なんかそういう作品になってよかったなと思うし、そういう意味でも今公開する意味があるんだろうなと思うので、楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。